どうも皆さん、おはこんばんにちは、オトジャです。毎週金曜夜19時半、会場20時ゲームスタート、トライブサイコブレイク2好きをプレイしていきたいと思います。さてと、2階に上がって、2階にね、反応があったんだよね。反応があるね。え、どっかにいるな。なんかすげえ、なんかすげえのがいる感じはするけど、あー、おう、ここだね。努力が無駄になってしまった。コアが脱走して1日も経っていないが、その後数時間で大量のロストが出現したと報告を受けた。今ではそこら中にいる。すでに2割の住民が殺された。残った人間も狩られている。悪夢のようだ。このペースだと2週間で全滅する。メビウスとの通信は途絶えた。我々は閉じ込められた。ロストと一緒に。もう取り返しがつかない。ユニオンは終わりだ。みんなここで死ぬ。残念だ。はあ。お、回復用のポーチ？ああ、いいね。欲しかったんだよ。ゲット！一つ多く持てるようになったな、これで。あ、ガンパウダーもある。さあ、まあメビウスの研究員の人はもう気づいていたというわけね。先に、あれは別に強くねえか。そっと降りてきた。バレるか？もう吹っ飛ばした方が早そうだけどね。行くぞ。と、よし、オッケー。片付けたぜ。アイテムがあるかないかぐらい。ないね。あの扉に行こう。さあ、もうマインボルトないからね。邪魔するぞ。いるよね。ハンドガンの弾をゲット。まあまあまあ動かないでしょう。あ、そっち側に開く。おお、なかなか恐ろしい機械があるけど、とてもじゃないが俺はこんなの受けたくはないがな。ボタン押せるんだけど、ただ番号がわかんないね。パソコンを見ろって。あ、その前にグリーンジェル。工作員の事例、ロスト化現象がメビウス工作員にも及んでいると。ああ、書いてありましたね。起動コードは0128。ノーチップね、摘出するやつ。チップがまだあればユキコが通ったドアを開けられる。さあ、見せられないかもしれない。だが今放送を見ている人たちは見ることになる。覚悟はいいか。行くぞ。3、2、1。よし、何が起きるか。うわ、もうこの音がやだ。はあ、
どこまで。え、今ので出たの？あ、こんぐらいの大きさなんだね。やだ。これが死体だったことを喜ぶべきか。ここから出よう。すまんな、借りていくぞ。おお。あ、何体か動いてる。なんだ。1、2、3、4、5、5体ぐらい動いた。暴れてる。しかも強いのいる。どうしよっかな。真下だね。あの強いのどうやって倒すかだね。ハンドガンの弾あるからサプレッサーで行こう。危ねえ。あそこにもいる。だだ、あれは後ろから行けるな。で、階段降りれるでしょ。ほらよ。OK。強いのやだな。攻撃を食らったことはないけど、そこら辺にいるな。いるいる。怖っ。そう、あぶね。動きがさ、頭に当てるのがすげえ難しいんだな。止まる止まる。体でもいいか。あ、気づかれてない。意外と落ち着いて。とっ、倒した。さあ集めようか。とぉ、まず一体。あ、すぐ立ち上がるか。危ない。さあ来い。もう一体右にいて。ほら、ダブル。よし、終わり。バレットコンボがちゃんとついてるね。いいぞ。おお。これで最後か。さあ、これで開くでしょう。ノーチップスキャン中。しばらくお待ちください。
持ってるだけでも開くんだったらノーチップである必要な。ん？やっとか。ユキコとオニールに追いつけるといいが。乗り越える感じだな。お、ショットガンとハンドガンの弾と、なんだ、まあでもこのノーチップを手に入れる手段が現状、そのここに来てメビウスに脳に埋めてもらうしかないからっていう感じだね。いいね、ショットガンの弾がいっぱいあるぞ。これは何ですか？勝手に触ります。何でしょうね、何が起こるんでしょうね。何ですかこれは。ああ、これあれか、四足歩行のやつらか。なぜ水が噴き出る、なんだ、スプリンクラーを作動させることができる、ファイヤーハザード。あー、あれか、ショックボルトを使うためなのかね。ビリビリで行く。こっちにもあるな。何か聞こえる。あ、中から聞こえるね。その前にね、まず回収できるものを回収してから、その後多分彼ら動く気がするんだよね。でっけえのまでいるな。もう今のうちにもう倒しとけばいいんじゃないかなと俺は思うけど、そうもいかないよね。ハンドガンの弾も持てないよね。中にいるかな、オニールたち。あー、オニール操られてるか。抵抗するのよ。ユキコ、下がれ。やめて、混乱してるだけよ。オブレ。オニール、やめて。オニール？オニールだって。どけ。どういうこと？なんでこんな。邪魔するな、セバスチャン。お、なんかちょっとかっこいいな、おい。オニール、何があった？セオドア様のお導きだ。僕は信者になった。あの方をかくまった。代わりに新しい人生をもらったんだ。オニール！奴隷の人生か。わからないのなら、君を燃やしてやる。マジか。おお、このままじゃ物が燃やされちゃうから、とりあえず武器はこっちにか。あ、ちょっと怖い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 。はい、スプリンクラー。おっ、火を消さないと。ここから逃げることはできないよ。君を始末しろと命令されたんだ。君には選択肢が2つある。何？死ぬか、僕みたいに変わるか。ちょっとね、そうはなりたくないな。あれでも撃てば爆発させられそうだよね。え、どっから来てる？あ、来てるな。もうちょいこっち来い。やめなさい、そんな暴れ方するんじゃない。ゆっくり来い。申し訳ございません、主様。彼を逃しはしません。誓います。ほっ、あれ、ペンで割れる普通。もう僕は弱くないんだ、セバスチャン。簡単には倒れない。そうか、それでよかったな。後ろのタンクを狙いたいね。ほっ、
バレットコンボ12は外した。ニュートリアート。あっつ。逃がしてください。ビーン。そうか、水星よかったな。回復。はい、父なるセオドア様、彼に伝えました。逃げろ。よし。リロードしてスモークか。おやつにフリーザー効くだろう。向こうからぐるっと回ってきてるはずだ。あれどこ行った？怖いわ。しかし、あのオニールがそんな強くなるか、普通。申し訳ございません、主様。彼を逃しはしません。誓います。そこにいるな、また。じゃあ、なんだろう。ね、味方と一緒に行動していたときに、燃やしていたのはオニールだったんだね。いつからやつの仲間だったのかちょっと気になるけどね。氷は効くかな。炎に身を委ねるがいい。よしぞ。さあ、こっち来いよ。そうだ、そのまままっすぐだ。トウ！オッケー。少し下がって。ああ、その距離はさすがに食らわないぞ。あれ？弾当たってないぞ。なんだ？どういうことだ。あー、で、ここにも冷却あるか。ショットガンとちょっと奮発して、あれどこだったからかな。まあでもなんかショットガンでいけそうだな。煙幕しかないんだよね。申し訳ございません、主様。彼を逃しはしません。誓います。さあ、来い。お、爆発したぞ。自分は優秀だと思っているんだろう。いてぇ！弱すぎて相手にならないと思ってるの。オッケー。付き合いきれないよ。遊びは終わりだ。あ、よかった。分かってる分かってる分かってる。ごめんごめん、分かってる。落ち着いて。は、分かってる分かってる。ごめん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 。オニール、はい、父なるセオドア様、彼に。はい、セオドア様。反応やろ、やってくれたな。ちょっとスナイパーライフル作るか。いやー、でもな、どうしようかな。
11使うからね。最後はもうかけっこでしょう。それか最後でフリーズボルトとか使って動き止めつつ攻撃した方がいいかな。迷うね。ずっとダッシュアタックされるからびっくりだよ。まあ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 大丈夫か。ハンドガンをしっかりと頭に当てつつ行くぞ。あち当たるんかい。よし、回復。そんなことないよ、ニル。話し合えばわかるだろう。オッケー。しっかりとバレットコンボしつつ。熱すぎる。火を消さないと。でまずここでしっかりとね。ここから逃げることはできないよ。君を始末しろと命令されたんだ。あれどこ行くんだ。選択肢が2つある。死ぬか僕みたいに変わるか。向こう側にいるね。はい、父なるセオドア様、彼に伝えましたとも。さあこっち来いよ。途中から当たんなくなってんな。いいぞ。片手は突き出さない。君は洗礼を受けなくてはならない。あぶねえ。僕からは逃れられない。どこ行くんだい。オッケー、ここまではね。申し訳ございません、主様。彼を逃しはしません。誓います。さあ来い。おお、よし。でこの後だ。問題は付き合いきれないよ。遊びは終わりだ。もう僕は弱くないんだ。セバスチャン、簡単には倒れない。リロード。で間に合わないから、リロード。あっと。はい、父なるセオドア様、彼に伝えましたとも。どうした。うる。好きなだけ逃げればいいよ。ここからは出られないけど。本当。ははあ。ありがとう、セバスチャン。やっと消えた彼の声も。恐怖心も。本当に怖かった。彼を止めてくれ。それは難しい。居場所がわからないからな。別の位相だ。ここじゃない。
どこにもいない。隣の部屋にあるマシンを壊してくれ。何のことだ。彼を隠すのに作らされた。壊すんだ。そうすれば彼を通せ。何があった？なぜオニールがあんな姿に？わからない。あなたと別れた後、拠点に閉じこもっていたから。オニールから連絡が来た時、声を聞いて本当にホッとしたわ。でもオニールじゃなかった。すでにあの姿だったの。聞いていたでしょ。説得しようとしたけどダメだった。セオドアが何かしたんだわ。残念だよ。彼を殺したくはなかった。仕方がなかったのよ。セオドアが諦めるはずない。これからどうする？オニールが話していたマシンを確かめに行こう。私の後ろの部屋の奥だと思うわ。行きましょう。アニール、武器をよこしな。よし、なんだこれは。奪えるかもしれない。敵が現れば同じ火炎を。なんだ、まだ使った部品が必要なのか。使えそうだが壊れている。合う部品が見つかれば。ああ、今後じゃあ火炎放射器が使えるようになるってことね。なんだ。はい、主様、もちろんです。まっ、こん中のやつを壊せっつってたな。はい、主様、もちろんです。マシンは正常に作動しています。感謝します、セオドア神父様。もったいないお言葉、光栄です。でも彼女は害はありません。彼女は。いいえ、絶対に逆らいません。もちろんやります。あなたのためなら。ユキコ、聞こえる？製作室にいるんだ。みんな死んだら許可なんて関係ないだろ。ちょっと来てくれないかな。見せたいものがある。重要なものだ。すまない、ユキコ、でも命令なんだ。完全に。お、びっくりした。ね、オニールはユキコのことをね。セオドアの影響の証。ここはどこも手をつけられてるな。彼と交信する道具みたいな。交信する道具、これ。ツールキットと。妙なものばかりだ。何か作っていたらしい。さっき言ってたものかしら。こっちの部屋にあるって感じかな。あの前に。さあ、だいぶ溜まったからね。セバスチャンズルームに戻ってきて、まあクラフトせずに行けたから。ああ、これか。あと2つなんかタンクが必要だね。そうすれば作れる。スナイパーライフルの弾は作っておこう。すげえ、6発作るだけで42か。ガンパウダー、さすがにちょっとそれは大勢。3発ぐらいでいいや。ハンドガンの弾だいぶね使いましたから。ただね、ゲットしたなんだっけ、連続して攻撃を当てると攻撃力が上がるやつがだいぶいい感じに。ボルトはすごいボスに対して有効的だったね今回。場合によってはこうボルトで足を止めて。回復剤はよく手に入るからな。
こんな感じで作っておきますか。よし、アップグレードどうしようかな。ウェポンアップグレード、ハンドガン、ちょっとね、もっと弾あった方がいっぱいダメージ与える。ボス戦の時にね、やっぱり全然変わってくるなっていうのは感じるんだけど、もうちょっと貯めれば、でもハンドガンの威力がすごい上がるな。迷うな。ちょっと貯めようかな。12150グリーンジェルある。よし。カステヤノス刑事、また会えて嬉しいわ。さてと、ああ、回復キット結局取れなかったから置いてあるんだね。アップグレード、強くなっているわ。でもここは危険よ。状況も悪化している。敵の隙をつくことは恥ずべきことじゃない。お手伝いしましょう。カバースニークキル、足音消せるのと、これが欲しいけど75000なんだもんね。体力系はナイフの最大値。スタミナ増やしていこうか。こっちは回避が上がる。回避いいな。まあ 20% あればいいでしょう。スタミナ増やそう。オッケー。さあフィルムを見てみましょうか。集まったからね。ごめんよ猫ちゃん、どいておくれ。はい、選択、これは家族の昔の写真。これは出てくれキッド。聞いてるわ。マイラはずっと正しかった。耳を貸すべきだったんだ。だが信じられる話じゃなかった。信じられなくても真実よ。ああ、想像を絶するほどイカれた話だが、真実を知って解放されたはずなのに、がんじがらめになった気分だ。知らない方がいいこともある。裏側を知ってしまったら二度と戻ることはできない。マイラがそうだったんだな。優秀な刑事だったから、俺よりずっと真実を求めて真実に囚われた。今度こそ自由になって、あなたたち全員ね。おー、三角ボタンでコーヒー飲めるんだね。キッド、俺だ。無事でよかったわセバスチャン。長い間堕落していた。ビーコンの後家族を失い何年も無駄にした。再会した時銃を向ける代わりに感謝してほしいぐらいだったわ。まああの時はそうすべきだと思ったんだ。まだ少し酔ってた。謝るよ。いいえ、私も同じことをしたでしょうから。過去は過去だ。今は未来を作る時だな。その調子よ。奴らに苦しめられるなよ。ああ、苦しむのは奴らの方だ。はい、残り2つあるんですけど、これは次回チェックしようかなと思います。ということで、動画を見てる方、放送を見ている方、あー、なになに、ありがとう。どっから持ってきたの。ということで今回はサイコブレイク2オートライブ、放送最後までご視聴いただきありがとうございました。次回、また金曜日ですかね。よかったら見に来てください。動画もね、はい、お楽しみに。ほんじゃまたな。